7月17日、鹿児島教区は天理教基礎講座を鹿児島教務市長で開催しました。基礎講座は天理教の概要や基本教理をビデオと講師のお話によって紹介するもので、今回7カ所目の地方会場として開催されました。というふうによく聞かせていただきます。漢字で書くならば、普通に3歳の鹿児島教区では講師を招いての派遣開催という形で過去4回基礎講座を開催してきましたが、同教区の講師が講座を受け持つのは今回が初めて。天理教基礎講座鹿児島会場、当日は開講に先立ち、新任講師への委嘱状の交付、お願い勤めが行われました。病気で苦しんでいる人に、講座には新型コロナウイルス感染防止の上から人数制限を設け、事前に予約した10人が受講しました。どういう病気や怪我しても前向きに思う気持ちを授けてくれるこの天理教は、なんかすごく親身になってくれてるんじゃないかなと感じました。一生懸命なお話が心に響きましたね。はい、胸打たれましたし、いいお話していただいたなと思って、また感動しました。今まで4回、勤めておったんですが、今までは派遣会場ということだったんですけども、今回から、常設会場ということで、一つまた身の引き締まる思いで、いよいよおじばに、心寄せて頑張らせてもらわなあかんなと思っております。鹿児島は、距離的にちょっと遠い部分がありますので、おじばにいきなり誘うというのもなかなかハードル高いので、まずは鹿児島での基礎講座を聞いて、そしてさらにステップアップしておじばへというような流れができたらいいなと思っております。